ジロンです、博多ラーメンカズのババです。はい、今日は赤坂に来ております。はい、はい、本当先々週ぐらいですかね、僕食べに来たのが。はい、で多分オープンって2014年ですね。多分ね、オープンして間もない頃には食べに来てるはずなんですけど、はい、それからもうずっとありだからいて、そうですね、はい、この間2回目、はい、食べさせてもらったら、はい、美味しくて、はい、ありがとうございますちょっとこれ話聞きたいなと思って、はい、オファーしてみました。はい、はい、まあ、博多ラーメンということで、僕は本当に事前の情報というか全然知らないんですけど、はい、どこかで修行とかはされてたんですか？もともと、はい、ここのお店を始めるときに、はい、今自分店長なんですけど、はい、もう一人上の店長がいまして、はい、でその人はもともと博多ではなくて、はい、東北圏だとか博多天神だとか、はい、ああいうところで確か働いてたんですよ。はい、もう僕も10年前なんで、はい、その店長が、うん、ちょっと1年で辞めてしまいまして、お自分もその飲食初めてだったんですよ。あ、そうなんですか。飲食初めて で、はい、で1年後に、急に店長いなくなっちゃったんで、そこから自分任されたんですよ。はい、なので、はい、まあ、ちょっとそこからいろいろやっていくのも大変ぐらいな感じでやってたんですけど、最初から一応博多ラーメンではあったんですね。そうです、そうです。なんで、はい、まあ、最初は本当今みたいなスープじゃなくて、はい、まあ、かなりシャバシャバな、うんうん、それこそ長浜ラーメンっぽいようなラーメンだったんですけど、まあ、昔の写真とか見れば全然違うのは、僕食べたのじゃあその頃ですかね。じゃあ全然違うと思います。それで印象なかったんですかね近すぎと、はい、あ、じゃあもうその引き継いでから、はい、いろいろ。そうです、ね、あ、じゃあもうどこかでもう勉強したというよりかは、うん、もう自分で作りながら。そうです、はい、お、いや本当に買い始めたのは、はい、もう5年前ぐらいから。あ、そうなんですか。そうです、5年前ぐらいからどんどん買い始めて。それなんかきっかけっていうか何かあったんですか？いや、もう、まあ、売り上げもそうですし、やっぱ自分が、求めてるその時のラーメンじゃないっていうのがあったんですね、はい、で今は、まあ、YouTube 見ればいろんな情報もあるし、はい、うん、まあ、本や、まあ、食べ歩いたりもあるので、その中で自分がいろいろ意識しながら変えていったのが、まあ、今のスープって感じ。おー、あ、じゃあ今、寸胴が4本か5本って書いてましたっけ？そうです、大きい寸胴が、はい、3本ありまして、はい、その3本はもう1番から3番まで取る取り切りスープなんですよ。はい、完全に取り切りでやるんですけど、はい、その取り切ったスープをその小寸胴の方に移していって、はい、その小さい小寸胴 そのメインスープとサブスープがあるんですよ。はい、そのサブを経由してメインに行って栄養用みたいな感じなんですよ。じゃあ 5、まあ、合計で5本です、ね。5本、なるほど、かなりちょっと複雑なんですけど、はい、その123の大きい方は割と材料が違って煮込み時間が違ったりみたいな感じですか？大きい方は、まあ、123番も全部一緒なんですけど、はい、まあ、最初げんこつと、うちのげんこつと頭がメインなので、はい、それで炊いてって、うん、まあ、1番は1回目、まあ、肉感のいい出汁が出る、うん、ただ1回目干して、うん、で2番はその中間ぐらいですね、うん、で3番になるともう本当に骨砕いてる形で、うんうんうん、かなり骨感出したいので、それを合わせたやつを、まあ、まとめるって感じですね。なるほど。あれ特にまあ、僕がちょっとずっと追い求めてる熟成の匂いみたいのは、はいはいはい、求めてないんですか？求めてます。あ、そうなんですよ。あ、そうなんですか？求めてます。あ、そうなんですか？なんすよ。食べてどっちなんだろうと思って、なんか若干というか、まあ、食べた感じでやっぱ熟成感みたいなのを感じるんですけど、まあ、そんな匂いは出てなかったんで。そうですね、うん、このあえて出さないようにしてるのか、うん、出したいけど出てないのかどっちなんだろうと思いながら食べてて、匂いを出したいっていうよりかは、はい、自分の感覚では、うん、匂いが出る前に、うん、多分旨味が来るというふうに解釈してて、うん、でそこのポイントを狙いたいですね。おでその時に、まあ、匂いを本当出そうと思ったら、うん、多分その本当の大きい寸胴で呼び戻しにしてやると思うんですけど、うん、そこじゃないんですね、自分を求めてるのは。そうで、まあ、今の形でやりつつ、うん、そっちの呼び戻しの、いい旨味とか、そういうのを取れれば一番いいかなっていう。あ、じゃあ、まあ、そんなに優先的にっていう感じでもないってことですね。そうですね、なるほど。
で結構なんか、まあ、食べた感じこう骨の物量も入ってるなって感じがして、そうですね、うん、今54センチの寸胴で、はい、原骨が20キロ、うん、頭が9個ですね。お今ちょっとは豚足とか背脂とかも少し入ってますけど、うん、それがメインです。あ、なるほど。で2番を、2回目か、追い出し2回目を出すときは、うん、まあ、ちょっと背柄とかもまた足しながら、うん、あ、いや、この間その博多ダイナー龍の、はい、あの森田さんに、はい、あ、すごい良かったんですよなんて話してたら、すごい骨っぽいですよねって言われて、僕食べた時 そこまで骨っぽくもなかったんで、ああ、なるほど、はいはい、こうなんか そのどっちが通常なんだろうなと思って、多分骨っぽい方が、あ、骨っぽいが、うん、ここが通常っていうか、多いですね、そういう人が多いと思います。あ、そうなんですね。そこまで骨っぽさ感じなかったなと思ったんで、まあ、でも以前の方が濃度が高かったんで今若干下げてるんですけど、うんうん、その中でまあ下げてうまみが維持できれば一番いいかなっていう、はい、そうですね。あ、そ、さっきちょっと言ってましたけど、やっぱその一番だしの肉っぽさみたいのって結構大事にしてます。いや、それはもう大事なの絶対必要なんですけど、はい、まあそこだけじゃないと思ってるので、やっぱり骨は骨粉とかがすごいやっぱ重要なんで、うんうん、そうですね、まあ、一番その1回目の時にチャーシューも一緒にやるんですよ、はい、ああ、なるほど。そうなんです。その時のやっぱその、まあ、肉付きにすると2番、3番のどんどんそれをブレンドするのが大事なんで、うん、でそのなんか作る上でどっか旅行ったりして参考にしたとかどっかあるんですか？あ、ありますね。やっぱまあ見た目でも分かる通り、はい、うん、まあ、だるまさんとか好きですし、あ、うん、この間もあの3代目だるまさんに行きまして、はい、うん、まあ、ね、すごい好みなんです、あなんかもう見た目からなんかもう見た瞬間にワクワクするじゃないですか、はい、ああいう感じ大好き。いや、あの福岡の一行社とか一層とかは、はい、食べれてない？行ってないですね。あ、行ってないですか？行ってないです。お、結構その見た目の泡感、はいはい、みたいのが、うん、その一向舎とか一層の感じもしたんで、はいはい、そうですよね。あの泡も、まあ、自分の理想は、うん、あの真っ白い泡じゃなくて、うん、ちょっと茶色がかったような、うん、泡がいいんですよ。なるほど。真っ白だとなんかわざと泡立ててる感じの、まあ、よくトリパイタンとか流行ってるじゃないですか。ウィーンってですか？あれじゃないです、うん、ちゃんとそのスープから出るような泡を、使いたいんで、そこら辺の理想は。そう、あの泡って僕実際そんなに自分で経験がないんですけど、はい、あれぐらいの量を全部に入れてて泡って出続けるもんなんですか？寸胴の中で。うちの場合だといけますね。あ、そうなんですね。いけますけど、はい、やっぱりそのサブからメインの方に移す時にもやっぱりその反動でその衝撃で泡ってできるので、はいはい、まあ、その泡もやっぱ含みますね、やっぱり。あ、ただそのスープからずっと出続けるわけではないですね。あ、結構、まあ、僕食べたの泡がこうびっしり浮かんでて、はいはいはい、これ全部に入れてって泡って持つのかなって単純に思ったりしたんですよね。もう全然一日持ちますよ。あ、そうなんですね。はい、はい、へえ、なるほど。他なんか東京で博多だるま以外とかってどっかあるんですか？はい、参考にしたいようなお店とか。あ、参考のお店ですね。うん、別に好きなのは、本当、御殿さんとか、あ、埼玉の風神さんとか、とかも結構大好きで、あ、まあ、どちらも結構匂いが出てる感じの、そうなんですよ、ものじゃないですか。僕もともと好きなんですよ。あ、そうなんですか。そうです。あ、別に九州出身とかではないって。違います、埼玉です。なるほど。よくお客さんにも、はい、埼玉ですってとか、ちょっと悲しいですけど。なんかあれですよね、九州出身者って九州出身者をすごいなんか親近感勝手にあの湧いてる感じしますよね。すごい強いですよね。はい、強いですよね。団結力がすごいなと思います。あ、じゃあそこで埼玉って言うと、それに負けないようにね、やっぱ美味しいスープ作んなきゃいけないと思います。なるほど。え、今作ってて割とこう理想的な感じにはなってるんですか？なってきてますね。お、今日は今ちょっとそれほどなんですけど、はい、実際ここにいたら匂い感じないんですけど、はい、向こうに行って調子がいい時は本当にあの納豆の匂いとかするんです。するんですか？します。で、以前はいいですね。以前は全くしなかったです。
はい、全くです。本当に全くです。今いろいろその例えば YouTube でジョアンさんの YouTube とかも、うん、体験してるんで、はい、それも見ながらいろいろ試行錯誤してって、うん、なんとなくは出てます、ね、お、来てますね。その中でやっぱ一番重要なのは、うん、やっぱりこの間もね、今日星野さんが言った骨粉とか、うん、あとは自分の場合今やってるのはちょっと骨の乾燥を少しやってるんですけど、うん、骨の乾燥、サブ と、はい、メインの方にはちょっと骨入ってるんですよ、少しだけ、はいはい、骨入ってるんです、はい、そいつを、夜営業終わった後に取り出して、うん、まあ、今は夜まだ寒いので、うん、まあ、ちょっと常温で乾燥させてから朝また戻してってやつをやるんですよ。そうするとその匂いの維持っていうんですかね、それがしやすいです。まあ、それやってる話も聞いたことあるんですよね。確か、以前動画で、はい、六でなしの六でなしの、はい、の、そうですね、YouTube で見てて、はい、ちょっと動画であったんですよ。あ、やってみよう、骨を保存するって言ってました。あれ、まあ、結構、まあ、あれがなんだろう、元で出るっていうよりは、うん、多分あれをやることによって持続性が増すっていうか、そっちになるとはやってても思うんですよね。なるほど、うん、そう、なんか、いや、まあ、まだうち出てないんで、まず そこの段階までいけないんですけど、そもそも今こう、あの01のところでずっと苦戦してて、はい、なんか自分で何かあります、感覚としてこれやってったら出たなっていう。あ、ちょっと、まあ、ちょっと長くなっちゃうんですけど、はい、もともと最初その、変え始めたのが、うん、最初あのデブちゃんのカイさん、うんうん、動画で、うん、逆呼び戻しみたいなやり方でやってるんですね、はい、で最初それを見てて、うん、まず鶏切りスープあるじゃないですか、うん、でかい 1,2,3 番あるんですけど、うん、それ仕込む時に、栄養用とかのこっちのサブとかのスープを、うん、入れます。まずあ、もうそっちの大きい方にも、でも4リットルぐらいです、全然少ないんですけど、うん、それで炊く と、もう1回目から、スープの色が違うんですね、うん、今まで真っ白だったのが、うん、もう本当茶色なんですよ、うん、最初から茶色なんで、それをやることによってやっぱスープの厚みもやっぱ増したんですよ、うん、それだけでは匂い出なくて、うん、でその後に、その骨粉だとか、うん、今まで骨粉は多すぎたんで捨ててたんですよ、うん、でそれをうまく今ちょっと捨てずに、うん、サブとかメインの方にうまくちょっと回しながら、うん、捨てずにやってます。骨粉の、そう、骨粉は本当大事だと思います。あ、じゃあ前よりも結構残す量をほんと増やしたってことですか。今ほとんど捨ててないです。なるほど、重要ですね。おお、あとその乾燥ですかね、多分そこが一番でかいのかなとは思います、ね、意識としてはその2点ですか。そうですね、でも他のね、やっぱ夜回しのお店とかのやり方見ると、はい、ね、それじゃなくて全然出てる店たくさんあるんでと思いながら、いや、まあそう、そうなんですよね、うん、まあ多分方法もいろいろあるんだろうなと思うんですけど、いろんな多分あれ形ありますよね。多分あのなんか匂いが出てるお店でも、はい、結構なんか匂いの種類が違うなとかって思ったりしてて。違いますね、なんか豚骨の臭いって言ってもなんか同じ臭さじゃない気がするんですよ。そうですね、ありますね、ありますよね。だからあれ、うん、まあもう本当憶測でしかないんですけど、まあ材料の違いっていうよりかは菌の違いなのかなとか、うん、何の菌で発酵してるかみたいな、はい、違いなのかなとかって思ったり、で今いろいろ調べてる中ではなんか温度帯やっぱり40度前後で活発になる菌もいれば、うん、90度ぐらいで活発になる菌もいるらしいんで、はいはい、なんかどっちが大きく作用してるかみたいなのでも、まあ、匂いの種類違うのかなとかありますね。うちで言ったら多分絶対その高温の方なので、ああの大きい方のゾウは全部強火なんで。ああ、なるほど、多分、うん、そうですね、違いますよね、やっぱね、お店によってね。はい、違うんですよ本当これ、まあ、面白いっていうか本当わからないことだらけなんで。そうですね、はい、となんかこんなにっていうか豚骨真剣になんか向き合ったのって本当ここ 1,2 年で。いや、すごいですよね、びっくりしましたこっちが勉強しちゃってるぐらい本当にでもなんかやっぱりなんか傾向ですけど、はい、やっぱチンタン系の人の方がなんかもろもろなんか理論的に考えてて、もう寸胴に温度計さして
何度で火入れするで醤油のタレは何度で何分火入れするみたいなことを、はい、まあやってましたけど、はいはい、まあ、割と豚骨系の人って誰聞いても感覚なんですよね。そうですよね自分も本当そっち系ですね。こうやってこうやってこうやってればもうあできるよみたいなすごいそんな感じなんで、うん、やっぱそこはなんとか、まあ、うちもあの他に作り手もいるんで、はい、なんとかそこのブレをなくさずに例えば、うん、何センチで、うん、その時のスープの状態を見て、うん、コスとか、うん、ある程度決まりは決めてるんですけど、うん、やっぱ絶対豚骨って同じ風にいかないんで、本当す、いやこれもう何度もこの動画で豚骨難しいんですよっていうのをもうデブちゃんのカイさんとかでも言ってて、やっぱなんか知らない人ってもう豚骨ただ煮込んで強火で炊いときゃいいんでしょ。そうなんですよ。で思っあのコメントとかでもめちゃくちゃあるんですよ、はい、炊いてるだけのお店みたいな。違うんですよ豚骨ほどなんか生きてるスープはないっていうか、いや本当そうですね。でもやっぱ面白いですね。そうですよね、うん、やっぱなんか掴んだと思うんですよ、はい、掴んだと思って、うん、よしこれで理想のものが作れそうだと思ったら、うん、もう次の日はなんか離れてっちゃうそのもうずっと繰り返しです、うん、そうですよね。そうなんです。いや、でもやっぱ賃貸系って大体多くは完成したらもう一気に冷やしちゃって冷蔵庫しまうんで、あまりそこから変化がないんですよね、もう完成してから。はい。でも豚骨って冷やさないじゃないですか、ずっと火を入れたり、もう営業終了後もそのまま冷蔵庫しまわず置いてたりするんで、もうそれだけで変わったりもするじゃないですか。そうですよね。もう分かってください大変ですよね、うん。じゃあまだこれ今理想としてはこっちの厨房内で匂いが出てるのが丼にまで出るとっていうところなんですかね。いや全然丼ぐらいだったらいいですけど、ああ例えば店の外までとかはそこまで求めてないですね。ああなるほどなるほどあとまあどうなるかわからないっていうこの土地柄、ああああ、うん、ここ厳しそうですね。ちょっと周りが周りなんで厳しそうですねちょっとそこが怖いのがあります。そうですね。その兼ね合いもあってあんまりそこはでもやっぱその匂いの旨味は絶対欲しいんで、うんうん、そこを追い求めてる感じです。なるほど。いやちょっとまたちょっともうずっともう来てなかったんですけど、ちょこちょこと食べに行きたいと思います。ありがとうございますいやでも本当ラオタの方とかやっぱ僕と同じようにオープンしたての頃は来てると思うんですよ。そうだと思います。でもういいやってなってる方多いと思うんで、今ね全然変わってるんで、本当オープンの時とオープンの頃のスープとは本当に別物ですね、うん、別です。はい、はい、ぜひね、もうね5年以上来てない方ぜひ食べに来てみてください。よろしくお願いします。おすすめですお願いしますこれから多分もっと変わるのかなって、まあ、今日話聞くともう常に変えてますね。はい、なんでまあちょっとまた僕も来たいと思います。はい、いいですか、ちょっとこんな感じもう手足や話聞きましたけど。いや全然全然ありがとうございます。大丈夫です。あそう聞こうと思ってた、まあ、豚骨じゃなくて好きなラーメンとかあるんですか。ああ基本ラーメン好きなんですけど、はい、本当にまあ、皆さんのようにずっと食べ歩いてとかはないので、うんうんうん、本当にまあ、最近だと本当豚骨ばっかりですね。あ豚骨ばっかりですか。最近もつい最近も御殿さんとか、あと博多ダイナー龍さんとかも行って、うん、ああいう豚骨も好きですし、はい、健太さんとかもね、うん、もう豚骨って言ってもなんか全部違うじゃないですか。違います。お店によって全然違うので。違います。それが面白いです、うん、結構豚骨なんですね。そうですね、うん、はい、すいません今日はちょっといきなり、はい、撮影お願いしていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょこの後厨房をちょっと見せてもらえるというんで、はい、楽しみに匂いを嗅いでいきたいと思います今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。では